NMB48 8期研究生のほのこと池ほのかです。私が受けるときは当時高校3年生の進路を決めなきゃいけないとき でその時たまたまあるっていうのを知って、もともとアイドルが好きだったので、あ、ちょっと受けてみようかなって思って受けてみました。もともと諦めやすい性格だったんですけど、でもこのアイドルになって NMB48 に入って、自分でとにかくやらなきゃいけないし、なんかもともとダンスが苦手だったので、自分でどれだけやるかっていうのがすごい大切だなと思って、諦めるってことをしなくなりました。入って思うのが、普通の生活をしてたら関われない方とたくさん関わることができるなっていうのがすごいあって、で8期生の中でも年齢とか出身地がバラバラの子が集まって、で普通の学校とか行ってても関わることがなかったと思うし、ドファンの方ともアイドルになってなかったら出会うことがなかったから、すごいアイドルになってこんなにたくさんの方と関われることができてすごい良かったなって思います。多分迷ってるってことは心のどこかでは受けたいって思ってることだと思うので、迷ってるんだったらとりあえず出すだけ、書類書いて出すだけなので出してみて、受かってからなんかどうしようとかは考えてみるのも多分いいとは思うんですいいと思うし、なんだろうな、後から出しとけばよかったってなるよりは、出して最初の一歩踏み出す方がなんか自分の気持ち的にもそっちの方がいいと思います。まだまだ私も入って半年ぐらいしか経ってないんですけど、9期生と一緒に活動できることをすごい楽しみにしているので、よかったら応募してみてください。お願い、待ってます。